緑幕の登場です。横須賀出身、中学時代からスクールメイツで大活躍、それで現在はジミー東原オールスターズのボーカルもお務めでございます。ともかくステージが大好きで、今回は星慶三先生の愛の影と新曲 Take It Easy で大いに頑張ります。さあ、それでは1曲目、緑幕の登場、セーラーチでお迎えいただきましょう。1曲目、愛の影、お願いいたします。皆様、長時間ありがとうございます。1曲目は星慶三先生の愛の影、皆様ご存知でしたら一緒に歌っていただければ嬉しいです。
申し上げプログラムには載ってないんですけど、私がいつも15人編成のジミー・ガシャラ・オールスターズというバンドのボーカルとして、いつもね、元気な音を出そうとしております。で、今日はですね、15人のうち約1名、予算がないのでバンドリーダーのジミーさんを無理やりに今日はね、このステージに呼びまして、音響のね、ガシャラさんとか皆様に無理なお願いをいたしまして、今日はですね、ジミーさんが新曲作るんですね。オリジナルね、オリジナルのアルバムを作って6曲入りでたった1500円で売ってますので、よろしくお願いします。そのために今日参りましたので、幸せの壺をつけて1万円で幸せの壺はいらないと思いますけど、多分ね、ありがとうございます。ちょっと突然のことでございますが、本当は15人だから、もうぜひうちのステージ今度ね、見に来ていただければ、一緒にノリノリに懐かしい曲がたくさんやっております。ジミーさんの準備がもしできたら、新曲の軸オリジナルのね、曲から「テイク・イット・イズ」「気楽に行こうぜ」って、人生いろんなことあるけど気楽に行こうっていう、そういうような内容で楽しい歌になっております。音が出たんで大丈夫。はい、OK です。じゃあ皆さん、すみません、よろしくお願いします。「テイク・イット・イズ」です。皆様、手拍子をよろしくお願いいたします。それではお疲れでしょうか。
また由美さんがラジオのねパーソナリティも9年やっておりますのでいただきます。ありがとうございます。由美さんありがとうございます。はい、はい、横尾さんと由美先生どうもありがとうございました。